ちょっとキュピンしたいんだけど、キュピンあるよな。キュピンしてきます。まあキュピンできたから、まあ負けることはないでしょう。邪魔だよ。小豚だ。小豚 ATM コーナー、フォント怖すぎるだろ。なんで ATM コーナーそんな、小豚 ATM コーナーってなんか怖い話みたいにしてんだよ。限界の結界ってこれのことかな。容器がこれでもかと言わんばかりに漏れていますね。結界を元に戻すんだよね。その顔、その顔、何ちょっと不安そうにしろって。それならこのウィスパーにお任せください。有能な執事である私の手にかかればこんな結界ちょちょいのちょいです。あははは、羊ってそんなことまでするんだ。細かいことを気にしてはいけません。それじゃあいきますよ。そーれ、かわいい。横取り。人が欲しがるものは何でも欲しい。だってそれは自分のものじゃないから。だからそこから出てくる力も欲しい。他人の力で強くなる。横取りって最高。そう、見て、笹塚さんの動き。ダメだって、それは。男の上でしかやんないやつだぞ、それ。ひどい、まだ横取りしてないのに、横取りしようとしたからだよ。その目やめて、自止め。さーて、これで結界を元に戻せますね。では、気を改めて、それ。悪いの飛んでけ、結界を元に戻れ。そんなんでいいんだ。すごいな、君。天才じゃん。これで、よしと。今のすっごく適当じゃなかった？のせいですよ、ボンドーロンド君。ほら、容器が消えています。うん、それならいいけど。さあ、次の結界を探しに行きますよ。マジでゴーエンジだな。キュピンしていい？キュピンしてきます。これ、ただなのがいいんだよな。絶対国の税金で取ってるけどな。じゃなきゃおかしいもん。ただなわけねえんだもん。な、ばば。いや、導きだ。さっき見たぞ、導き。鬼でしょ。ガチガチ。え？これか。あの妖怪が言ってた公民館の結界ってこれかな。確かに強い陽気をビシバシ感じますね。結界を元に戻すんだよね。それならこのウィスパーにお任せください。私のみなぎる羊パワーであっという間に直してみせます。羊パワーって、まあ気にしないでください。それじゃあいきますよ。それ。絶対味方じゃん。うわ、二人羽織じゃん。も、ち、もちちちち、そうはさせんもち。この町に張られた結界を解いて、俺たちはもっと強くなるもち。ジャケジャケの身食ってるわ、こいつ。取り憑かれていたり、サボっている妖怪を攻撃すると、容器がこぼれ出します。これらの敵をうまく狙うことで、素早く容器ゲージが貯められます。めっちゃむずいんだけど、このゲーム。容器ゲージをガンガン貯めて、ひたすら撃っていきましょう。言われてること全然できてないもん。難しすぎて。なんか、おちんこって言った今。そんなことないと思うんだけどね。こいつ仲間になりたいんだけど。もちー。ふう、危ない。では、改めて、それ。これで、よしと。そんな適当なおまじないで、本当に戻るの？もちろんです。ほら、見てください。みるみるうちに容器が消えていきます。それならいいけど。さあ、次の結界を探しに行きますよ。これで3つの結界を元に戻したけど、もう1つはどこにあるんだろう。思い出してください、ボンドロンド君。マクロバーは妖怪が化けていた男は、小学校から歩いてきたと言っていました。この情報から推理できる答えは1つ。小学校です。小学校に向かうのです。私もあっちの方から容器をビンビン感じていますからね。調子いいな、もう。ずるいよな。自分は容器を感じてるからさ、小学校って分かってるけどさ、こっちとら容器なんか感じてねえんだから、思い出してよ、ちゃんと、あの時のことを、みたいな。ちゃんと推理してくれよ、みたいな。言われてもね。かなり来てます。強力な容器を感じます。結界に近づいている証拠です。この辺りに結界があるってこと？そうです、ボンドーロンド君、探してみましょう。
帰ろうぜ一緒に。あっちゃー、この雨じゃ自転車で帰れないな。かわいい。あっちゃーだって俺。生まれてこの方、あっちゃーなんて言ったことないわ。まあこれだよ、ヨナ。どうやらこの町を包んでいる強烈な妖気はここから出ているようです。このままでは町が悪い妖怪だらけになってしまいます。よーし、じゃあ早く結界戻さないと。それでは早速。これは恐ろしいほどの妖気です。気をつけてください、ボンドーロンド軍。お、いや、でっか。ちょっと待って、でかいって急に。ギョロローン、我が眠りを妨げるのは誰ギョロリ、誰ギョロリって。誰ギョロリって、お前。自分に忠実すぎるだろ、ゴビが。なんかすごく強そうなのが出てきちゃった。うるるるる、力がみなぎってくる。数百年ぶりの自由ギョロ。数百年ぶりだって。まずは手始めに貴様らを食うてくれるギョロ。あ、食ろうてくれるか。どっちにしてもお前関西弁ならちょっと。やだやだ、え、こいつと戦うの無理なんだけど、絶対に。え、知ってる？うちのメンバー。普通の妖怪より、悪で強大な妖怪、それがボス妖怪です。ボス妖怪は友達妖怪にはなりません。またピンを刺せるところが複数あります。よく観察して、どこをピンで狙うか、よく考えて戦っていきましょう。勝てる気せえへんねんけど、これなんか、スティッチ、見てたな、顔が。してくんねえかな。うお、やばい、勝てるわけないんだけど。待ってこれ負けイベントかな。負けイベントならいいんだけどさ、これ勝てるまでやんなきゃいけないんだな。もう、え、ちょデブ肘、全然食らってないんだけど。え、これマジで俺勝てんの。汚ねベロクソ、え、ベロ汚ね。お前の技が効くと思わないんだけど。あ、効いてる。いいぞ。弱点的な問題か、これ。お、いい。なんでお前らやれるじゃん。いや、なんでお前ら。光栄のお前ら結構やれるじゃん。ごめん、俺が過小評価してた。青いのちょっと取りて。初めて見るかもしれない、こいつの技。あ、つんげ。強いが、こいつら普通に。なんだ、勝てんだ。前衛より後衛の方が強いんだけど。めちゃめちゃ頼りになるわ。デブひじきめっちゃ良かった。いけ抜けに。お前地味じゃねえよ。妖怪だ。あ、弱っ。こいつ地味だ。こいつはちゃんと地味だ。待って、あっちに突き投げる。一枚地味な一発、お前が全てだ。ナイス、いいとこ持ってったな、抜けに。お前全然ダメージ受けてね。しかもお前完璧だな、強えな。あぶねえ、よく勝ったわこれ。マジでこれ勝てんの普通に。負け組かと思ったわ。全員レベル上がったし。豪傑ムキムキムキ。お金1000円もらった。でかっ。1000円はでかいぜ。だいぶやりましたね。やりましたね。ふう。まあそうだよな。おおおおお。何？かっこよ。まあ、こいつ。いや待って。いやかっこよすぎるって。え、こいつ仲間になるの？こいつ見たことあるな、ちょっと。はい、こいつゴーエンジじゃん、こいつが本当の。仲間になってくれると嬉しいな。おい、逃げちゃったよ。はっはっ、危ないところでした。よりだろ。それよりあいつだろ。しかし、もう大丈夫。気配は消えました。誰かわかりませんが、助かりましたね。あの妖怪を倒しちゃうなんて、一体誰だったのかな。さあ、見かけない妖怪でしたが、助けてくれたんだから、よしとしましょう。
さて、これで最後の結界も元に戻すことができますよ。あ、うん、そうだね。よろしく、ウィスパー。ボンドロンド君、よろしくなんて感激です。それじゃあ、張り切っていきますよ。結界を閉じろ。ごま。あたりに満ちていた容器が消えましたよ、ボンドロンド君。ねえ、ウィスパー。え、怖いんだけど。今なんか心臓キュッてなったんだけど。これ別れ話の時だよ、この切り出し。町にあった結界はあの強い妖怪を封じ込めるためのものだったのかな。それはわかりませんが、この桜ニュータウンには大きな謎が隠されてる気がします。全然告白じゃねえや。ま、どうにかなりますよ。今回もどうにかなったんですから。いやいやいや、何お前らその、あ、何その簡単な考え方、二人の。そっか、そうだよね、じゃないんだって。さあ、うちに帰りますよ、ボンドロンド君。はっ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 は、じゃないのよ。マジで。死にかけたんだから、今。重く受け止めようぜ。